ソノラ。同じクラスのアイドルさん、発売まであと1週間。高梨、リビングに緊急招集、マコがテレビに出てる。結城さんだって芸能人なんですから、驚く方が失礼では。最近の野菜高騰についてどう思うかですか？そうですね、やっぱり家計に影響があって。普通に街頭インタビューに答えてる。やばいよね、和子、思いっきりナチュラルに若妻感出しちゃってるもん。私の幼馴染かわいすぎかよって。ダメダメ、和子だってプロなんだから、お金もらってテレビに出演する職業なんだからって、ちゃんと叱らないと。意外とちゃんとしてますね、三島さん。意外とって何、高梨。私は子役時代からずっとテレビ出てるんだよ。あ、街角ファッションチェック、本物だ。すごいね、あかりちゃん。サングラスがやぼったいって言われても、これは外せないんですよね。三島さんも普通に一般人しちゃってるじゃないですか。幸せ